最近帽子かぶってないあの暑いから、はいえー、っと今日はカラテモンキーの、えー、タイヤ交換をしていきます、まあ、タイトルにあるとおりちょタイトル今から考えるからあの合ってるかどうか分かんないけどやっぱホイールブラックがいいんかなみたいなタイヤって茶色がいいのかなオールブラックがいいのかなまあその多分迷ってる人たぶん一回このねサイド茶色にしたしたした いい風な、あの、しがちなんですけど。どうせね、まあ、黒に戻るっていう人もいると思うんで、そしたらタイヤ一本分ね。まあ今、今タイヤ一本買う、二本買う、だでぶ一万五六千ね。するんだけど、まあ、一万五六千。浮くかもしれないんで、まあ、その浮くかもしれない人のために、今回この動画撮ってます。その前に。まあ、今日の出来事、はい。あ、これね。昨日パンツを。某ユニクロで買いましたか。パンツね。ね あのまあ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 い,いまあいい作業着なんで、ね、涼しい今日えー、っとねヒッチメンバーが来たんですよ今日の外グローバルタイトというね作詞場のヒッチメンバーが来たんですよでさっき香川自動車の向井さんに電話してねちょ向井さんちょっと 来たんでですすけどできますかみたいな感じでこうしたからちょっと入っていってねそしたら「いや榎本さん明日から休みなんよ」って言われて明日からね加賀自動車さんが1週間お盆休みに入りますんで1週間つけれないとガーンと思ったんですよまあでもしょうがないあとバーレーが入ってきましたハニービーでこん,なちっこんなちっちゃかったっけみたいなハニービーうちの結構でかいけど 指入ってきましただからバーでね、通りたいの取り扱い可能ですと、はい、あとは組み立て待ちの部品がずらーっと、今日はあは予約が、ね、いっぱいだったんですよ、お店の予約、もう、フルフル満員で、ちょっとね、お店の中、今、広くしてるから、出してます、外に。ちょ、ごめんなさい、バーディーの人、まだ、今日は開けない、あの開,け開けたとしても、ちょっと、お店の中、傷がついちゃうんです、おセミが死んでる。 おい大丈夫かあ暑いからな、しょうがないということで、タイヤを交換していきます。タイヤがどこにあるかというと、外っ <laughs>、まあ、今回選んだタイヤはこれですよ、まあ。この前ね、PR インターナショナルさんが来て、ちょ榎本さんちょ、マウンテンバイクのタイヤの売り上げが悪いんだけど、なんとかしてくれって言われたので、じゃあ、行っちゃいますかみたいな、行っちゃいますか。 僕しかいませんみたいなっていうのを注文したんですけど今パッと見た感じちょっとブロック高いなみたいな <laughs> ブロックこれはちょっとあれだな想像よりも、えー、っとヘビーなやつが来ちゃいましたヘビーなやつがで現在つけてるタイヤは、えー、シュワルベのレーシングレイレイですよ今年ねあのー スーパーバイク選手権ねあの今まで川崎でトップだった、まあ、ジョナサン・レイっていうねもうトップライダーがね山に移籍したんですよ、まあ、ちょっと調子悪いですけどねやっぱりまあそのそのままだいよレイつながりで,でレイをつけちゃいました、はい、ということでこのタイヤあれよ、まあ、中古で出るってことですねこれ29の何ぼだろう29の2.35ですね で今回つけるタイヤが29の2.4、ちょっと太めでります。よっしゃ、じゃあ今からつけてみます。ちなみにえっとね、チューブ入りにします。はい、じゃあまあでもないこうでもない,いながら交換しますか。今日は2時から1時のお客さんがね、まあ高校の同級生 S.C. がね、1時から予約してたんだけど。 先週来ちゃったから間違えて一週間 <laughs> 一応予約入ってるけど多分彼は来ないとでもこんなことするよりも他にもしなきゃいけないとか山のようにあるので一旦ちょっと交換した動画は交換する動画撮らずに結果だけ流すようにしますこのパナソニックが明日石川県からお客さんが来てくれるからその完成と動画を撮らなきゃいけないから こっちありますということでサーリー空手モンキータイヤどっちがいいのまた、あ、オールブラックなだと思いますけどまた見た感じの動画を撮って紹介していきますはいはいということで翌日の今11時ぐらいですやっぱや黒くて見えないん <laughs> どっか日向どこう全然違いますねやっぱ黒いいいタイヤいいな, <laughs> いいな 見てくださいやっぱ黒ですねもうタイヤ黒だな僕はしばしこの時間さらに空手モンキー L サイズの29インチの2.4のタイ,ヤをタイヤをつけてますとで完成車は29インチの設定が確か第2世代から廃止されて えっとねになりました第2世代の後半あたりかな第2世代もね前期と後期がありますからね空手モンキーは第2世代の前期が29インチで後期がね確か27.5だったような気がする間違ってたすみません懐かしいな僕が昔持ってた空手モンキーと同じ色ですね今考えているのがちょっと大変話しかあげないですけどフロントフォークをね ナイナーとか、えーとね、ウイスキーとかのねカーボンフォーク入れたいなと今思ってます。どこ目指すのみたいな。だから僕の中で空手モンキーはマウンテンバイクでもあり、まあ、クロスバイクですね。って逆かなクロスバイクでもありマウンテンバイクでもありみたいなそういう感じかな。で実際乗ってきた感じ。まあ、乗ってきた感じ、まあ、ここかかかからららここら公園の店から公園園だだ店 5 0 0ルぐらいですけど今んとこで空気圧2.5ぐらい入れてるからそんなに重いような感じはしなかったですねそうそうそうだから皆さんもねえってグリーンいいね誰か <laughs> あれかあのー、あれやろうかエレバンドサイクルのこうライムグリーンかなこれにする人はまあ宣伝 金額を込めて PR 宣伝広報費を兼ねて、例えばペイントを半額にするとか、そうしようか。今からそうします。今からそうする。<laughs> 承認がなし。<laughs> そう、まあ今後変えてみたいパーツは、やっぱフロントフォークかな。フロントフォークとサドル、サドルがね、やっぱ痛いんですよ。これが穴開きじゃないから。 あとハンドルが微妙に狭いちょっと気にすぎた <laughs> ハンドルをねもうちょっと2センチずつぐらいあの広くしたいですねまあ本当はねあのヘッドセットとかハブとかをクリス・キングとかホワイトにしてみたいんですけどあんまりこれ乗る時間ないしな <laughs> あとシートポストのトムソンにしたいとかこれ30.9かなという感じです僕はねやっぱ黒が好きだな まあ車とかバイクは黒なのは、まあ、素,素材とか耐久性の問題もあると思うんですけど、まあ、自転車ぐらいかだからまあ黒飽きたら茶色にしてもいいし色付きにしてもいいしね、まあ、それ自由なんででも最終的には本当はねこの大会山でトレイル行く人用なんですけどトレイルなんてねこの日常で10人中何人行けるのみたいな10人中9.5人とかじゃないですかね。 そしたらもう街中を取れるだと思って走ったら楽しいチェーン錆びてるこれチェーンもきたねこれチェーン交換しようかなという感じです、はい、じゃあこの黒がいいと思った人はいいね、えー、チャンネル登録よろしくお願いします引き続き空手モンキーのカスタム動画撮っていくのでもし空手モンキー購入希望の方今乗ってる方なんかこういうの撮ってほしいもしありましたらコメント欄または 公式 LINE までお手伝いしてください、はい、じゃあ終わります写真撮って帰ろう